トリート育ちの野生児集団、ついにメジャーシーンへ。その名はサスペンデッドフォース。 YouTube 再生回数およそ100万回。じわじわと注目を集め、今年大型フェスへ殴り込み、日本のロックシーンでは異彩を放つオリジナリティ、圧倒的演奏力、その熱は場所を選ばず異国のストリートでも大暴れ。 しかしこいつら一体何者なのか。路上で見かけて知りました。栄の名古屋の栄の広場みたいなところで、なんかこうシーンとかも同じとこにいる感じずっとせずに、いきなりねサタニックカーニバルに出るってなったらやばいねみたいな。 名古屋でやってるバンドがピザ・オブ・デス・入るとかは、大外から一気に差してきたダークホース。やべえみたいな、嬉しい手が上がるっていうか、イエーイってなります。ロックシーンに大きな風穴を開けるかもしれないストリート育ちの異端児。圧倒的じゃないですか。 自信満々。できんだろお前らこれみたいな。圧倒的演奏力。アベンジャーズみてえな。全員主役のロックンロールアベンジャーズ。その確信に迫る。今見といた方がいいぞ。子さんぶれるから今見とけよ。ミュージックカプセルサスペンデッドフォーススペシャル。 これでもめっちゃ名古屋っぽいっすよ、この感じ。今めちゃめちゃ俺的な名古屋っぽさってこれなんですよね。全然都会じゃないのに都会ぶってる感じ。始めた当初は歌物じゃないですけど、ライブハウスでこうやっていこうってなってたんで、それなりにこう 流行りを取り入れたりとか、流行りのギターロックみたいな感じでやってましたね。当時は売れたいと思って最初からやってたんで、なんか歌物っぽいポップでキャッチーなやつをなんか武器にやってたんですけど、こう福田君とかデニスが入ってから結構今の、ストリートもやろうっていうのもきっかけで今の感じになりました。 当時6秒動画のバインっていうのが、流行ってたんですけど、ツイッター でそこに僕がなんかこうめちゃくちゃなんか指とかにいろいろ LED つけてもうビカビカに光らせとる状態でなんか高速スラップをするっていう動画を上げてて。クソハエみたいな、こいつ面白ってなって。 歌物のバンドだったのにそういうスラップが得意なやつが入ってきて、歌物弾かせとくのももったいないなって思って、それでなんか結構スラップとかやらせるようには、てか楽曲にスラップが増えたりとかしたっていうか。で後々デニスが入ったことによってガラッと変わって今の感じになったって感じですね。 でいつもSNS っていうか YouTube なんですけど、そのドラムソロを YouTube に上げてて、やってたスタジオがたまたま隣町の、市営のスタジオだったっていうので、こんなやつが隣町ってやばいだろうっていう事件で事件っつってメンバーにこう聞かせて、いやもう見た目からもう強烈じゃないですか。ずるいっすよねあれ。急に Facebook でなんかメッセージみたいなのが来て、でなんか路上ライブやってますみたいな、で僕らの曲ですみたいなリンクも貼ってあったんですけど、路上ライブ面白そうだなと思ってそのリンク開かずにやりますって言いました。だからもう多分ストリートやってなかったら彼も入んなかったし、でライブハウスに飽きてたって言ってたんで彼も。もともとライブハウスでいっぱい他の前やってたバンドで出てたんですけど、なんか全然面白くないなって感じててフラッと立ち寄れないじゃん。なんかそのチケット代の取り方、例えば服屋さんだったら服見せてあげるから1,000円ちょうだいみたいな、それと同じじゃんと思っててつまんねえなって感じですね。うん、なんか違うんじゃないかなっていう気持ちはあったけど、でもライブハウスに行ってざるを得なかった。なんかやっぱ路上をこういろいろ教えてくれた先輩みたいな人がいるんですけど、そこで見てる景色が結構なんか希望を感じたというかやっぱ音楽で人の足で止めれるんだっていうムーブメントみたいなのを見て、バンドっていいなって思い始めて、じゃあ好きなことやろうっていう。誰でも自由に見れるし、好きなタイミングで帰っていいし、これこそあるべき音楽の姿だなって思いましたね。実験の場じゃないですかね。自分たちがどこまでできるのかっていうのが測れる場所だと思ってますね。サスペンデッドフォースがバズったのってもうちょうど1年前ぐらいなんですよ。ストラトキャスターシーサイドの MV を上げたことがきっかけで、めちゃめちゃふざけて書いたんですけど、イントロの部分僕が作ってて、実はいやこんなん気持ち悪いだろうみたいな、どうだみたいな感じで出したら、なんか鷲山さんがいい感じにポップソングに仕上げてくれて、ストリートで鍛えた必殺技を詰め込んだ楽曲は瞬く間に話題を呼び、 YouTube で100万回再生、その名を一気に押し上げた。当時はギャグソングだと本人たちは思ってやってたんで、僕以外のメンバーはそうだったんですけど、僕は結構実は気に入ってて、もうすごい自分のなんだろうな、見せ場がいっぱいあるんで、別に面白い曲だから多分好きっていうだけなんでしょうけど、僕らは今結構古いオールドロックとかを、まあ、今風にちょっとアレンジしてやっとる感じなんで、ね、それが逆に今新しいみたいな風になってるんじゃないですかね。全主役っていうバンドって多分あんまりいないと思うんで、多分今後サスペンデッドフォースは歴史に名を刻むと思ってるんですよね、僕は。突如ロックシーンに現れた from 名古屋の4人組サスペンデッドフォース。その音楽が作り上げられた場所が年間100回以上こなすという路上でのストリートライブ。まあでも本当に生活の一部でしかないんで、かっこいいこと言おうと思ったんですけど本当にご飯食べるのと同じですね。名古屋の中心地、栄。持っていきますよ。こいつをね。こいつを持っていきますよ。そのど真ん中に位置する公園が彼らのステージとなる。るって言って。よいしょ。ありがとうございます。あ、おはようございます。お願いします。お願いします。仕事終わりです。普通にフルタイムで朝から出勤して夕方までって感じです。始めようと思った時は僕はやれる、そんなことやれるのかっていう気持ちでしたね。普通にまあそれは不慣れな感じで緊張するし全然弾けんしみたいな、なんかもう本当にただ立って弾くだけみたいな。最初は本当になんだろうな、嫌でしたね、正直やるのが結構セッティングも慣れたもんですか。いやもうかれこれ2年ぐらいやってますからねライブハウスに来るってまあ目的があって来てる人がほとんどじゃないですか。でその目的ってやっぱり例えばそのバンドが好きとか、まあ、当たり前なんですけど、でもそういう感情ですら色眼鏡に見えるようになっちゃって、決まったことやって、こういう歌詞があってこういう歌があってこういうところを好きになってくれてるからこれやったら盛り上がるでしょっていうのがなんかつまらんなっていうのを路上やればやるほど思ってっちゃって、もちろんそれに救われてる部分もあるんですけど、でもやっぱ路上の方がこう自然体でいられるというか、もう純粋に音楽聴いてくれてるなっていうか。ねぶだすバンド名も期待しないっす。最高じゃないですか。始まる合図とかあったりするんですか。始まる合図はメンバーみんな揃ったらなんかぬるっと発電機つけてぬるっと音鳴り始めるんで、そしたら始まりっす何も実は決まってないっていうのが正解ですね。どうやって足を止めようかみたいな、どういうことしたら足があの人は止まってくれるんだろうかみたいな、俺らを見てくれるんだろうかって思いながらやっぱ演奏してるんで。演奏中はもう俺が一番、俺を見ろって思ってやってますね。うん。個人個人その必殺技を出し合うみたいなのをまあ路上で培ったじゃないですけど、アピールしないと聞いてもらえないしメンバーにも負けるしっていう。やっぱそのメンバーに負けないっていうのはあるんですか、そこの勝負っていうか。はやらないと自分がいる意味がなくなっちゃうんで。なんか悲しいじゃないですか、なんか替えが利くメンバーだったら。自分がいなくなったらバンドが変わっちゃうっていう存在ではあり続けないと自分がいる意味がないと思ってるんで。みんな主役が面白いと思ってます。僕もアベンジャーズみたいな。ストリートに熱を傾ける彼らは昨年、名古屋のストリートミュージシャンたちと共に DIY でフェスを開催。さらに今年6月にはストリートライブをするためにアメリカ遠征。お金が貯まってきて路上でやってて、だから行けるんじゃねって言って。旅行が苦手なんですよ。だからアメリカ行くのは嫌だったんですけど、最後まで抵抗してたんですけど行くことになって。サスペンデッドフォースとしてなんだろう、別の環境に行ったとしてもサスペンデッドフォースは変わんないんだなっていうのが、何にもやること変えてなかったんで向こうでも、でもそれでも通じ合えたっていうか。よく僕らマルーン5の「Payphone」のカバーをインストでやってるんですけど、それをそういうなんか洋楽をやった方がウケるんじゃないかなって思ってやったら、それは全然ウケなかったっす。はいはいマルーン5ねみたいな。僕らのオリジナルのインバージョンとかのリフを弾いた方がアメリカの人たちの反応は良かったですね。コテコテのロックの方が懐かしいみたいな眼差しというか。本当に壁を作ってたのは自分だったっていうか、なんか変にあるじゃないですか、アメリカとかイギリスとかの方がロックやれるみたいな。そんなことねえんだなみたいな、関係ねえんだなみたいな感じですね。結局アメリカを経てなんだろうな、改めて日本で売れてえなって思いました。日本って結構ロックっていうものがすごいいろんな風に派生してって、いろんなロックでもいろんなジャンルが分かれてるじゃないですか。っていう感じでまだロックが生きてるっていうか、アメリカはもうロックが死んでたんですよね。だから僕らやっぱロックが好きなんで、やっぱロックが生きてる日本で改めて売れたいなというか。まあ言ったから分かるんですけど、結局地球だったっていうだけでマジで何にも変わらんす。だから日本がとか洋楽がとか邦楽がとかいろいろあるじゃないですか。あれはマジで関係ねえっすだから邦楽は邦楽としての良さとかじゃなくて、それも地球上でやってるから何も変わんないですよ。どこでやっても多分それは通じる。次どっか行きたいとこありますっていうのがもう宇宙ですねいやでも宇宙行きたいですね。宇宙は行きたいです。いやでも宇宙行ったらもうお客さんいらないんじゃないですかね。星がいっぱいあるんで。最初は自主レーベルでやっていこうかなと思ってたんですけど、もうそういうの全部決定で、まあピザから話が来て。名古屋の路上でストリートライブを重ね続けてきたサスペンデッドフォースがタッグを組んだのは、20年にわたりインデペンデントを体現してきたパンクレーベルの YOU。 僕らフェスを自分たちでやったりとかしてて、でピザ部ですも結構 DIY なやり方をずっと昔からやってきてるレーベルで、この前出させてもらったサタニックカーニバルのライブが成り立つまでの DIY 感とか、なんかその姿勢じゃないですけど話を聞いて、そこがすごくこう通ずるものがあるなと思って。だからそういう精神っていうかマインドを共有できる人とやりたいなっていうのはずっと思ってて、でまあたまたま現れてしまったっていう感じですね自分が作曲はしてるんですけど、弾いてる顔叩いてる顔が見えないとボツにするっていう感じにしてて、音源はだから基本的にどの曲も誰かがどっかで輝いてるというか、そういう自分のプレイスタイルを見せる場があるっていう曲にはしてるつもりです。まあ、バンドとしてやりたかったというか、自分がやりたいプレーができてるっていう感じですかね。多分他のメンバーもそうだと思うんですけど、まあ、自分のプレイする場があるというか、遊び場がある感じというか。作られてない曲でも絶対どっかに必殺技を無理やりねじ込んでいくんで、僕は。そんな彼らが語る必聴してほしい曲とは。バンド全体で言うと、昔からやってる「ヴァネッサ」って曲があるんですけど、あのトラックはすごいっすね。なんかドラムもすごいし、ベースラインもすごいし、ギターのサウンドというかユニゾンとかがあったりとか、もうすごいなんかキラキラしてるっていうか。ドラムは多分一回聴いただけじゃ何やってるか分かんないかなっていうのがあります。ドラムは本当はこういう楽器だぞっていうのを教えたい感じですね。97.9Hz っていう曲があるんですけど、その曲がもう一曲通してまるっとスラップなんですよ。とにかくベースが目立つというかっていう曲なんで、結構ねコピーしたくなる感じだと思うんですよ、世の中のなんだ中高生ベーシストたちが。だからそこをとりあえず3トラック目はまず聴いてほしいですね。ベースやってるやつはそこ聴けって感じです。あ、でもぜひコピーとかしてほしいかもしれません、やれるもんなら。僕のコニカッティング必聴っす。個人的にか、全体的に聴いてほしいっす。いやもうなんだろう、ギタリストだったらもうコピーしてみてもらったらすごい分かるんじゃないかなっていう、なんか普通に弾けないことを普通っぽくやってる感じっていうか、ギターとかベースとかドラムとかやってる方々はぜひコピーしたら分かる。そしたらまあハマるっていう感じっす、多分。できんだろお前らこれみたいな。一刻も早く日本の代表するバンドの中に名を連ねることじゃないですかね、一刻も早く。まあ、とりあえず早く解散したいっす。こうピークでやめて隠居するっていう。隠居するんですね。いや隠居しないかもしれないです。なんかそれぞれの活動をするかもしれないです。誰も損しないタイミングでやめたいですね。解散したとして多分サスペンデッドフォースのメンバーって一人一人多分音楽をやめることはないと思うんですよ。まあ、何かしら、まあ、違う方向性で個々がやっていくと思うんで、そうなった先のみんなを見たいっていうか、そうなった先で4人で対バンしたいみたいなっていうのはありますね。お金持ちになりたかったんですよ、昔から。でそれの自分が一番お金を稼ぐ方法がたまたまドラムだったから、音楽を仕事にしようって思ってやってるんで、いい車乗りたいし、でかい家住みたいし、だからレーベル入らなきゃとは思ってましたね。サスペンデッドフォースのメンバー全員に言えると思うんですけど、多分サスペンデッドフォースじゃなくて俺なんですよね、みんな。そうだから今現代っていうか売れてるバンドじゃないですけど、自分とこうちょい上ちょい下ぐらいでこうそれぞれができるバンドって多分なかなかいないんじゃないかなと思ってて、それができそうなところがまあうちのいいとこなのかな。ソロでよくねっていうのがやっぱ多いというか、ギターボーカルだけでいいじゃんってバンドが多い。ギターボーカルボーカルだけでいいじゃんみたいな、それはつまらんなあと思うんで。やばいです体力を失って本当に好きなことをしているのはいいことだな。でかくなってほしい気持ちもあるけど、なんか離れてっちゃうような。早く全国もそうでも全国行ってほしいけど寂しいんですよ。寂しい。路上はいつまでもやっててほしいな。これはもう知れ渡ったらやばいですまあずっとやれたらいいなっていうのは、なんかどんなタイミングでも、例えば横浜アリーナとかを 2days ソールド速乾しちゃうようなバンドになっても、なんか好きなタイミングでラジオはしたいですね。この絵使うっすか？ちょっと使わないかもしれない。使わないっすね